草バトリオです。サグラダファミリアにやってきました。今日からまた世界一周の旅が始まりますが、今ロサンゼルスエアポートをチェックイン終わってカンタスエア、今回はワンワールドの周遊券で世界一周します。これからヒースロー経由でバルセロナまで行きます。今回私はですねファーストクラスの予約が取れなかったので全てビジネスクラスで回っていますが、 JAL のステータスがプレミアエグゼクティブ、上から2番目のため、カンタスのファーストクラスを使わせてくれました。スターアライアンスのアナは前回私のステータスがダイヤモンドにもかかわらず LAX ロサンゼルス空港のラウンジはファーストクラスを使えるべきところなんですが、なぜか使わせてもらえずビジネスクラスのラウンジしか使うことができませんでした。これから前回のスターアライアンス、今回のワンワールドの周遊券の違いを皆さんに説明できながら、旅を続けていきたいと思います。このバトリューさんの家は隣にある家が先にできたそうなんですけれども、ここの周りの家はこんな形の普通なアパートがまた家が多かったそうですが、この隣の家に触発され、バートギューさんがガウディに依頼したそうです。これは新築ではなくこのような家から、リフォームをしてこういう家になりました。笹バトリオです。カタリウナの物語に基づいた設計だったんです。ドラゴンにピニエを捧げていたことから、テラスは頭蓋骨、2階はバトリオさんが住んでた2階はこれイメージです。この屋根からの部分は、上の部分は廃材を利用したエコな設計のようです。これが巨大なようなビルからの、そういった形でのリフォームというのが5年前に行われたものとは思えません。なんと何人前あるんでしょうか。2人前ということですが、ちょっと絶対食べきれない量です。今日はバルセロナ2日目の夜です。今日のメニューは昼間食べ過ぎてしまったので、美味しいパエリアを食べ過ぎてしまったので、ザ・タパスという感じで、アンチョビのないシシトを揚げたもの、タコのガリシア風、エビのアヒージョです。今日でバルセロナ滞在1850年に都市計画が発表されて、世界遺産のサンパウ病院でした。サンパウはセイント、パブロという意味で、病院を建てる資金を寄贈した銀行家の名前でした。このサンパウ病院の正面玄関、180度回転すると
サグラダファミリアが出てきます。サグラダファミリアにやってきました。このアングルは東門4つの右のくすげた塔がガウディが死ぬまでにできた部分だそうです。建築が始まったのは140年前、あと10年で完成するそうです。現在 70%。 コロナ期間中は全面閉鎖されていたため、入場料の建築費がない、労働もないということで2年間中断されていましたが、現在は再開されています。今日はバルセロナ3日目の夜です。バルの超人気店カルペッペにやってまいりました。最初の一品はマテガイ、英語ではレーザークラブです、夜は7時半から始まるのですが、7時15分に並んで運よく入れました。今アサリが来ました。こんな感じでカウンター席は予約を取らずに入った順番で、この奥の方に座れる席があるんですが、この座れる席は1週間ぐらい満杯になってます。タコが来ました。美味しそう。ここの料理は絶品で、バルセロナに来たら必ず機械レシピです。入店してから1時間10分が経ちました。こんな状況になってます。大盛況です。バルセロナに来たら絶対このバルに来てください。カルペップでした。ここは本当に美味しかったです。必ず予約してください。予約しないと1時間待ちです。バルセロナ4日目朝です。ホテルの近くの旧市街の市場に来てます。朝からビーフ、チーズのこれと豚の朝食を取ってます。グリルドマッシュルームです。
ガーリックシュリンプが来ました。とっても美味しいです。ちょっと辛め、アヒージョというかグリルという感じです。油少なめです。美味しい朝ごはんとビールでした。魚売り場に来てます。こんな感じで魚が飲んでます。でかいパマスです。いまいち新鮮さを感じませんが、お、カメロテがあります。カメロテそうです。牡蠣を剥いてくれます。かなり大きめです。Thank you. いまいちクリーミーっぽくなくて水っぽいです。ということでいただきます。市場を歩いております。象物屋さんです。美味しそうな象物がいろいろあります。なんと。トイレにはパン屋さんがあって、美味しそうなパンが、このほうれん草の挟んであるパンは美味しそうです。これもよく売ってるポテトをぐるぐるして薄く串刺しにしたような、これもいいんではないかと思います。鶏のコロッケ、コロッケでポロ、鶏のコロッケ、野菜を揚げたもの、自家製ポテトチップス、こんな感じの入り口になってます。はい、旧市街のメインストリート近くにある市場です。私たちの泊まっているブルーメリディアンから歩いて5分、ブランチにはここを利用するといいと思います。今日はバルセロナ休日行動できる最終日です。クエル公園にやってきました。クエル公園は旧市街地から約車で25分から30分のところの高台に位置しており、このように桜田ファミリアをバルセロナを一望できます。下の方が旧市街です。先が、今日はバルセロナ最終日、ガストロノミカ、いろいろ調べてここに来ました。外観はこんな感じです。オープンキッチンのおしゃれなお店です。今日はずっとシーフードが続いたので、お肉を食べたいと思います。前菜は、ブラータチーズ、2品目のペタヤ、ナスを角切りにして揚げて、それにバリブスタミックビネガーをかけたペタヤさんです。メインコース、スペイン産のステーキレアです。スペインのビーフで、赤身中心なんですが、とってもさっぱりしてレアの焼き具合が最高で、とっても美味しいです。これはカナビアンディープを添えます。焼き方一緒、レア、赤ワインの塩、2つのビーフを食べ比べです。今日はバルセロナ最終日、移動日です。これからロンドン経由で日本に、羽田に行きます。で、北海道に行きたいと思います。ブリティッシュエアウェイことブルシットエアラインにしては珍しく、バルセロナからのフライトがオンタイムでヒースローに到着し、
ヒースローの BA ラウンジにいます。こんなにトラブルがないことは珍しい航空会社です。司会からなるべく使いたくありません。何の問題もなく BA のヒースローのラウンジに来ています。さすがにイギリス、旧インド植民地搾取国だってあってカレーがあります。こんな感じで結構野菜類とサラダとあります。こんな感じです。でサンドイッチはさすがに本場なんで何種類かという感じです。飲み物はいろいろな種類取り揃えていてくれます。現在ヒースローから日本に向かってます。 BA のこのビジネスクラスはファーストクラスまでに広いんですが、食事はまずくて食べられたものではありません。今後はもう少し早く予約をして JAL で飛びたいと思います。